本庄マリコは RKB 毎日放送のアナウンサー。妹はフリーアナウンサーで、元瀬戸内海放送アナウンサー兼報道記者の本庄理恵子。神奈川県横浜市出身。学習院女子高等科、学習院大学文学部心理学科を卒業後、1997年4月、RKB 毎日放送に入社。同期の中野いまりは。 後輩の池尻若子らと番組の企画で若手女子、アナユニット、ピーチーズの結成に加わり、初代メンバーを務めた。2010年末に結婚。その後妊娠し、翌年3月末以降順次番組を降りて、出産、育児休暇に向けたシフトに入り、6月から翌年3月まで産休、育休を取得し、2012年春改編で現場復帰。その後、 2016年2月に第二次の妊娠し、出産に伴い産休に入り、その後出産。産休以後2年にわたり育休を取得し、2018年4月2日付にて現場復帰した。マリコの圧倒感謝を込めて、RKB 毎日放送。2016年2月24日閲覧。マリコのお久しぶりです。よろしくお願いします。 RKB 毎日放送。2018年6月1日閲覧。池尻若子インスタグラム2018年4月2日2000年4月18日放送の、目指せ。料理の達人という回にて、ワイン取材にて酔っ払い、とても色っぽい姿が放送され、オールスター赤面申告。ハプニング対象の JNN 各局ハプニング集にて、 紹介された福岡県外の放送エリアでは、JNN 系列以外のつぼねでも、同番組の一部販売商品情報を、そのつぼねのテレショップ番組の販売商品情報の扱いでネット放送していたことがあった。そのためにテレなど、JNN 系列以外の局にも出演歴がある。安田図以外の代役で出演していたがレギュラーに固定。 2011年5月27日の放送をもって、一旦3級に入り、翌年4月に復帰。ありがとうございます。